はいどうもこんにちは、グッドカーライフのゼミッタです。ということで今回はホンダ新型フリードのエアー、こちらの内外装を詳しくチェックしたいと思います。6月発売予定の3代目フリード、それに先立って先行展示がされていましたので取材してきました。会場には2台のフリードが置かれていますが、今日はひとまずエアーの内外装をチェック、いろいろついている用品にも注目です。というわけでチェックしたのはガソリンモデルのエアー EX、 車両金額は270万円、ボディカラーはプラチナホワイトパール、メーカーオプションは設定なし。なお今回の車両には様々なディーラーオプションがついています。後ほど細かく紹介しますが、一覧で見るとこんな感じで装備されています。はい、というわけで今回はホンダの新型フリード、こちらがですね先行展示されてますのでご紹介したいと思います。で今ですね映像としてはこれ2台映してますけども、まずはこちらプラチナホワイトパールのエアー EX、 こちらからご紹介したいと思います。というかすいません、ちょっと声がですねガサガサなのは先焼けではなくて喉風です。すいません、ちょっと聞き苦しいと思いますけども、なるべく口数は減らしながらご紹介したいと思います。でクロスターはまた別でご紹介しますので、ひとまずこちらを見ていきましょう。でしかも今回見てるのは通常のエア EX ではなく、ここに様々ないわゆるディーラーオプションが備わっています。ですからおそらくですねこう店舗でも見る機会ないと思いますし、まあそのあたりを中心に今回はご紹介しようかなと思っております。というわけでフロントマスク、このようにまとまってます。まずですねフリード、まあ、今回エアロバンパーついてますけども、非常にスタイリッシュというか、こういった映像であったり写真で見るよりも実物の方がいいっていうのは一言付け加えておきます。実際に私も、まあ、今回初めて見てますけども、雰囲気はかなり良くてですね、でフリードシリーズでいうとスパイク、あれのような雰囲気も少し感じるかなというところです。で今回はですね用品が様々ついてます。まずフロントグリル、ここがですねベルリナブラックとクロームのパーツ、これをおごったような衣装になってまして、少し雰囲気きらびやかになってます。さらにはエアロバンパーが備わってるわけですけども、これフロントスポイラーとか部分的に変えてるハーフスポイラーではなく、フルエアロ、いわゆるバンパー交換式です。ですから、まあ、標準のものは少しですね新しいステッパーゴミがあるんですけども、これはさらにスポーティーさを増した、結構かっこよくまとまってます。実際に私もエア EX はもうすでに先行予約してますけども、このエアロバンパーつけるかどうか悩んでるんです。ちょっと素の状態で味わってからエアロバンパーに交換しようかななんて企んでますけども、これ迷ってる方はいいと思いますね。ただお値段が20万円弱すると結構お金はかかります。で質感としましてはこのあたりピアノブラック調になってますし、さらにエア本来は LED のホグライトついていませんけども、これもですね同時装着するという形になってます。あとはナンバーフレームがついてますけども、こんな感じになってます。じゃあライトの点灯状態見ていきましょう。さあヘッドライト点灯させました。前方フル LED になってるのは当然なんですけども、非常にですねアイコニックなシグネチャーが備わっています。しかもデイライト、ポジションランプ、ウインカー、これを兼ね備えるいわゆるトリプルファンクション方式になってまして、このヘッドライトより上の部分が点灯します。これね今までにもないデザインですし、まあ、これを見れば新しいフリードだっていうのは一目瞭然かと思います。で今回の車両はですねついてないと思いますけども、実はですね EHEV の、まあ、一部仕様にはメイクオプションが備わっておりますというか備えられます。アダプティブドライビングビーム、マルチビューカメラなどなどつけれますけども、それをつけるとですねハイビームアシストが高性能なタイプになりますので、私はつけました、おすすめしておきます。じゃあサイドに回っていきましょう。ボディサイズ今テロップで表示していると思います。全幅はありがたいことに変わっておりません。ただ長さが若干増えてですね室内空間を広げているというところです。でサイドの特徴としましては、このヘッドライトのカットラインからリアのスライドドアのレール部分までこう一直線にですねデザインがされている、これが特徴かと思います。水平基調っていうのは最近のホンダ車の共通項ですけども、そういった部分がですね新しいフリードにもしっかりと反映されております。いやいいですね、デザインかっこいい。あとオプションがついてるっていうのもありますけども、で今回はアクセサリーとしましてこのようなバイザーがついていたり、
さらにはメッキタイプのこのプロテクションフィルム、これがあったりですね、様々ついています。さらに大きいところで言うとこちら、サイズ同じですけども15インチのアルミホイル、これが備わっております。ツヤありブラックに切削工期を組み合わせありますけども、ステップワゴンのプレミアムラインに入っているホイールの衣装と近いかなと思います。アルミまで変えちゃうとかなりお金はかかるんですけども、フルコーディネートするんだったらこの仕様もありかなと思います。結構かっこいいです。さあ今度リア回ってきました。後ろこのようにまとまってます。あんまり他社の名前は出せませんので、ホンダ社でいうと懐かしい社名出しますよ。キャパにちょっと雰囲気近いかなと思うわけですけども、でもどうですか、これもなんか新しいフリードだっていうところをすごく押し出している印象がありますし、まあ、ミニバンらしいボックスシェイプちゃんとあるかなというところです。で、余計な装飾はされてませんので、まあ、このあたりも最近のホンダ流かなというところです。そしてこちらです、テールゲートスポイラーが備わってます。これはディーラーオプションになってます。先ほどですね、サイドから見てめちゃくちゃスポーティーになってるって表現しましたけども、それはこのスポイラーも一つ要素としてあります。めちゃくちゃかっこいいです。あとはナンバーフレームが入ってるというところかと思いますけども、今ですねこう見て取れるのはそのあたりかと思います。さあそしてリアの灯火類このようになってます。これね、嬉しいのは先代から進化しました、ちゃんと灯火類はフル LED となっています。そしてですね、このスクエア形状のアイコニックなテールライト、まあ、フロントもそうですけども結構灯火類こだわってきたなっていう印象が強く感じます。おしゃれだし結構現代的というか、また他にはないこういった個性もしっかり表現されてますし、あと何よりも光ってるその面の部分がかなり明瞭で、まあ、いわゆる視認性も高いかなと思うわけです。いい感じじゃないですか。あとはナンバー灯ですけども、お、嬉しいね、こちらもしっかりと LED になっておりまして中央一灯式になっています。さあ続いては新型フリードエア EX 用品装着車のインテリア、前席周りからチェックしていきます。まずはドアトリムの素材ですが、あ、この辺ハードプラでもここは一応プライムスムースになってまして、これはですねエア EX であったりクロスターの専用装備となってます。パワーウィンドウは残念ながらオート機能は運転席のみとなってます。あとここにですねフリードっていうロゴが入ってますけども、ちょっとしたおしゃれなワンポイントも効いてます。で、今回 AIX に関しては内装色2パターンありますけども、グレージュとブラックのうち今回は後者となってます。このような雰囲気ですけども、実際にですねマテリアルとしましてはファブリックとプライムスムース、いわゆる合皮です。そこにですねファブテクトと呼ばれています撥水撥油加工、これが施されていますので、飲み物こぼしたり油物ポッと落としてもさっと拭き取れば汚れが落ちるっていう、そういった機能的な内装になってます。あとボディスタビライジングシート採用してるっていうのも一つ特徴かと思いますけども、おしゃれです。さらに足元にはサイドステップガーニッシュがついていたり、そしてこのスポーツペダルですね、これアルミ製かと思いますけども、これが入っています。かっこいい。で、フットライトが入ってますけども、ちょっとこれは今確認できません。あ、これかな、あ、これではないね、これただのあの OBD か何かですので、ちょっと今確認できませんけども、それらが備わっております。というわけで運転席乗り込んできました。実際にですねフロント周りはこのような形となっております。まず AIX の特徴としましては、ステアリングであったり、あとはセレクターレバー、こういう部分が本革巻きに変わっています。非常にスムースな印象で、なかなかこのあたり上質感感じます。で、2スポークになってます。で、メーターはこれはフィット系と同じく7インチのタイプとなってます。このステアリングスイッチを触ると様々な情報に変更することが可能となってます。こんな感じですね。ただこれタコメーターが出てるので、すいません、これガソリン車だったかもしれません。なのでマルチビューがついてないっていうのは当然だったかもしれません。すいません、ちょっと確認をしておきます。で、ナビゲーション、今回はですね9インチのタイプ備えてありますけども、いわゆるナビゲーションは販売店で装着するタイプしかありません。で、サイズとしましては8インチ、9インチ、11.4インチ、ただ今回私は
9インチを選択しました。というのもこれレイアウト見てもらったら分かる通り装着感に全く違和感がありません。 11.4 インチをかなり押し出されてますのでなんかそっちにしないとダメみたいな空気感ありますけども、いや私はですね実物見てこれでも良かったんじゃないかなっていうのは今感じてます。でさらにこれだったらスマホ連携機能がですねなんと Apple CarPlay はワイヤレスでいけますので、そのあたりも嬉しいポイントかと思います。車内 Wi-Fi とかありますけども、あとバックモニターちょっとだけ確認をしていきましょう。今ちょっとこれ見れないかな、エーミング、あ見れた、はいこんな感じになってます。ちょっとね画質はあんまり良くないかもしれません。結構ガサガサな印象がありますので、忖度抜きに言うともうちょっとこれはカメラ性能は高めて欲しかったかなっていう感じがします。映像だと綺麗に見えてると思いますけども、ちょっとガサガサ系です。あとはですね細かい部分見ていくと、この辺りはセンターパネルが入ってまして、でシートヒーターもついてます。これはエアコンとリンクする形になりますけども、これもエア EX からの装備となりますのでご注意ください。であとは電動パーキングブレーキ今回採用されました。ブレーキホールドもついてますし、メモリー機能もついてるという形ですから、そのあたりも嬉しいポイントです。あとは素材ですけども、まずインパネ周りこんな感じになってますよね。このあたりがですねいわゆるファブリック系になってます。でここはハードプラでも、この持ちっぽいというか結構でかい化粧パネルが入ってますけども、これがなんか存在感かなりありますね。でもここはちゃんと機能的でティッシュボックスが収まる形となってます。でこの辺りのストーン調というか、ちょっとですねこのフラットではなくなんか模様がある感じ、これは NBOX にも採用されている手法かと思いますけども、この辺りは何色っていうんでしょう、土色っていう雰囲気がありますけども、そういう部分がですねインパネ周りにガッと入ってるという形です。あとはカップホルダーがあって、シガーソケットがついてて、で USB 一口は標準ですけども、今回もう一口オプションで備えてあります。でここポッケになってますと。あとそれで言うとこれアームレストちゃんとついてますけども、角度調整はできません。でここに買い物フックがあります。あとはですねここに折りたたみのテーブルが備わってますけども、まあ実際に折りたためますから、ここのウォークスルーを阻害しないと、そういった利点があるわけです。でグローブボックス、あこれダンパー機能ない、ちょっとこのクラスでは残念ですけども、収納空間こんな感じです。あとは上にですね照明が入ってまして、ここはしっかりと LED になっております。 SOS コールなんかもついてます。でバイザーこんな感じになってまして、あこれ残念ながら照明はついておりません。こちらのミラーはちゃんとついてた、よかったです。さあそして2列目以降確認していきましょう。今回はちゃんとですねイージーハンドルがついてますので、ガッと引く必要がない。さらには今回ちょっと試せませんけども、ハンズフリーの機能も実はですねディールオプションで備えることができます。で間口はこんな感じ、まあ、この辺りおそらく先代と大きく変わっていないかと思いますけども、相変わらず地上高は低いので乗降性いいですね。さらにはここにもサイドステップのガーニッシュが備わってます。なんかこれ見るとあれこれつけたくなっちゃうかもしれませんので、閲覧注意かもしれませんけども、で今回ですね2列目はキャプテンタイプとなっております。まあこれもグレードによってはそもそも3列仕様しか選べなかったり、さらにはですねこのベンチタイプがグレードによっては選べないとか、さまざまな制約ありますので、まあそのあたりは見積もり編を確認してください。で今回はシートの雰囲気とか見ていきますけども、ちゃんと両側にアームレスト備わっております。でシートの調整はここか、これですね360mm 交代するわけですけども、これねまあちょっとはっきり言っちゃいましょう。これシートを跳ね上げてるとですね、いわゆるリクライニングとかがちょっとできないと、なので2列目をものすごく快適に過ごさせたいと、そういうことであれば3列目はこう下ろしておけばいいわけですけども、こうやって跳ね上げてると若干干渉するっていうのは今映像を見てもらっても分かる部分かと思います。でこれもね今跳ね上げてる状態でマックス下がってますけども、ちょっとこれで乗っていきましょう。細かいところはまた別の機会ですねご紹介する機会ありますので、一旦ちょっと乗っていきまして、
あでもシートかなりゆったりめです。この長さ、座面の長さも結構ありますし、あと座った時の特にこの背もたれ、ここがですねえらく体にフィットする感覚があります。で今実際にちょっと干渉しちゃってますけども、まあ別にこれでも窮屈感はないと思います。だらーっと座ってもこれくらいの感じですし、ちゃんとシート下にも足収まりますので、まあ今パッと乗った感じは特にストレスはないかなというところです。で今回は Air EX ですから、さまざまなアイテムが備わっております。例えばこちらです、 USB チャージャー、これは肩口に両方ついてます。シエンタは確かこっちだけですよね。さらに今回これがつきました、リアクーラーです。 Air EX クロスターの3列仕様にはこれが備わってるわけですけども、5段階調節でここからですね涼しい風が出ると、これはありがたいのではないでしょうか。でディールオプションとしましては、後ろにもフットライトが備わってます。ちょっと光ってるの分かると思います。あとはシートバックテーブル、これはですね NBOX であったりステップワゴンは標準ですけども、今回はディールオプションとなっています。なので欲しい方はつけてくださいという形です。あとは上に照明が入ってますけども、これもですね真ん中以降は確かオプションだったと思います。 LED に打ち替えられています。ちなみに今シートをですね展開しまして、これマックス2列目下げてみました。そうすると空間こんな感じです。さっきよりも広がったの分かるかと思いますけども、結構ゆったりめの空間があるかと思います。じゃあ今度は3列目乗っていきましょう。ちょっと時間が限られてますのでテキパキと行きたいと思います。でマックス下げてるとちょっとこれ乗れませんので、まずシート合わせていきましょう。2列目の人が窮屈感のないレベル、だいたい拳1個程度という形で、じゃあこれでウォークスルーをして後ろに行ってみます。さあどうなるかというところですけども、ちなみに後ろのシートこんな感じ、結構これもゆったりめというか、しかもテクスチャーもしっかりと2列目同様に反映されてまして、いい感じです。じゃあちょっと座っていきます。さあどうでしょうか。はい、というわけで今3列目に座ってきました。ちょっと画面を広角に切り替えます。でシートもマックス倒して、今実際にこんな感じです。まず2列目だいたい拳1個程度確保していると、3列目座れますけども、ちょっと座面低いかな、ここの浮き加減が若干あるかなっていう印象です。まあここも手のひら縦に1枚分程度ですから、そんなに空間としての余裕感はないかなというところですけども、まあでもどうでしょう、クッション性なんかはシエンタよりあるかなと思います。ただちょっと体育座りになってるのがやっぱ個人的には気になるかなというところです。であとユーティリティとしましては、カップホルダーがあって、でここに3列目用の USB チャージャー、これがですねディールオプションで備わっております。ここのアシストグリップなんかもしっかりと備わっております。ではラスト、ラゲッジスペースを見ていきましょう。テールゲートのスイッチはちゃんと中央にあります。でこのように開きますけども、実際にですね3列目を起こしている状態だと空間はこのようになります。ちなみに今回はフロアマット、これプレミアムタイプとなっております。でこの下ですけども、特に床下収納とかは見当たりません。であと機能性としましては、ここにユーティリティナットがついてますね。なんか引っ掛けて物を吊るせるっていう。さらにはここのテールゲートランプも備わってまして、これ LED となってます。それで言うとですね、ここにも照明ありましたよね。これも LED に変わってますけども、結構照明数はいろいろとついてます。でバックドアストラップがオプションであるという形です。じゃあシートを畳んでいきましょう。今実際にこれ畳まれてますけども、はい、まずはここでシートを背もたれ倒します。でその後にこれを引いて持ち上げるわけですけども、これねでもちょっと重いかな、なんかもうちょっと向こうの方にダンパー効いててほしいかなと思うんですけども、これ離しちゃうとパッとほら落ちてしまう。しかも結構ね重いっちゃ重いですね。でこのフラップを畳んでいただいて、あとはこのフックをですねここに引っ掛けていただくと、これで固定が完了となります。
ちょっとやっぱり重いのと操作性はうんっていうところは否めません。ただここの空間自体は今回広がってますので、そういう意味では実用的になったかなと思いますね。どうしても前は圧迫感がありましたので空間犠牲になってましたけども、さらに2列目はキャプテンタイプですから、ここに長尺物を積めばですね、長いものも積みながら4名乗れるっていう、そういったパッケージングになってます。いや、空間としてはですね、かなり有効活用されてる印象がありますし、いい感じでございます。はい、というわけで今回はホンダ新型フリード先行展示で、まずこちらエアーの EX 用品装着車を見てきました。そして次回はですね、クロスターご紹介したいと思います。ぜひご覧ください。というわけでホンダフリード内外装編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり使用などされていただいたでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。